1100型はフィリピンの首都マニラでライトレールトランジットオーソリティが運営するマニラライトレールで使用される電車の位置形式。韓国の鉄道車両メーカーが初めて製造したライトレール向け車両である。1984年12月から営業運転を開始したフィリピンマニラの通勤鉄道である LRT-1000 は開通以来利用客が増加し、 1994年の段階で1日の利用客は40万3000人に達し、従来の連接式電車による二両編成では、積み残しが多発し、遅延が日常的に発生するなど輸送力が限界に達していた。さらに、マニラ首都圏における自動車両増加による渋滞や、大気汚染により、LRT-1000 の重要性はさらに増した。そこで、 1993年に採択されたフィリピンの国家計画、フィリピン中期開発計画の下、施設の更新をはじめとした輸送力増強プロジェクトを実施が決まり、その一環として輸送力増強用の新型電車を導入することになった。当初は開業時に導入された第一世代の車両を増備する計画であったが、輸送需要が想定を上回ることが確認されたため、 新たに4両編成の電車の導入が決定した。これが1100型と呼ばれる車両である。製造は1996年10月28日に受注を獲得した韓国の現代成功とスウェーデンのアドトランツによって行われた。最初に導入された1000型は3車体連接車であった。一方、1100型は2つの車体を用いた2車体、連接車に変更され、 これを4両つないだ4両編成で運行する。そのうち先頭の2両は、車体の一方に運転台が設置されている一方、中間の2両には運転台が存在しない。これにより、固定軸距や台車間距離が線型から延長したほか、車体幅も拡大したため、導入に際して一部のプラットフォームを削る工事が実施されている。車体はステンレス製で、心臓時から、 冷房装置が屋根状に搭載されている。また、主電動機も線形の直流電動機から交流誘導電動機に改められており、一台車ごとの搭載数も2機に変更されている。制御装置は、マニラライトレールの車両で初めて、VVVF インバータ制御方式を採用している。輸送力増強プロジェクトに基づき1997年から製造が行われ、 1998年12月からマニラへの輸出が始まり、1999年の営業運転開始までに合計28両が導入された。だが2001年以降、予備部品の確保が滞ったことで運行を離脱する車両型発し、LRT-1000 の運賃値上げも重なり2005年まで利用客が減少する事態につながった。 2004年以降予備部品の供給状況に改善が見られたものの2013年の時点でも14両が部品不足により走行不能の状態となっていたことに加え2両が事故により運行を離脱していることが報告されていたその後2018年にはオーストリアに本社を置くホイトデジタルソリューションズが制御装置や手電動機、主要回路の交換や 自動診断の結果を表示するディスプレイの追加などの更新工事を受注し、2019年から2020年まで実施されている。これにより、車両の延命に加えて1100系の運用復帰による LRT-1000 の輸送力増強が図られている。ありがとうございます。